皆さん、こんにちは。連日世間を騒がせている宝塚歌劇団アリア・キーさんのいじめを苦に命を絶ったという報道がなされて以降、華々しい世界の裏に隠された大きい闇の部分が露呈しています。いじめはないと断言した宝塚歌劇団、しかしいじめだけではなく宝塚の生徒たちの契約内容にも注目が集まっています。今回は宝塚歌劇団のブラックすぎる契約内容を調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。10月20日、宝塚歌劇団はホームである兵庫県宝塚大劇場での公演を11月23日まで中止することを発表し、宝ジェンヌいじめ自死事件の余波は一向に収まる気配がありません。10月7日の会見で木場理事長は、内部調査の結果いじめはなかったと報告。宝塚歌劇団の清廉潔白なイメージを崩したくないのでしょうが、今回の騒動によって明るみに出た暗部を自浄できなければ、創業者による所属タレントへの性加害で解体を余儀なくされたジャニーズ事務所の二の舞になりかねなません。宝塚歌劇団は来年で創立110周年、女性のみで構成された華やかなステージに魅了されるファンも多く、当然トップスターに憧れ宝塚の門を叩く若者は後を絶ちません。宝塚歌劇団に入るには高倍率で知られる宝塚音楽学校に入学しなくてはなりません。この学校は2年生で、予科生と呼ばれる1年生は本科生と呼ばれる2年生から宝ジェンヌになるための心得や所作などを叩き込まれます。歌や踊りなどのカリキュラムを終えて卒業することができれば、晴れて宝塚歌劇団に所属することができます。入団1年目は研究科1年とされて、年数に応じて研1、研2、研3となっていきます。入団後も生徒と呼ばれ、基本的に学校生活の延長なんです。年功序列もそのままで、入団してから日の浅い新人は公演のレッスンとは別に雑務や先輩のお手伝いなどをこなさなければなりません。しかし生徒と呼ばれてはいるものの、雇用形態は会社員と同じだそうで、入団した宝ジェンヌたちは阪急阪神ホールディングスの社員となり、役職名も演技者を指す技芸員と称され、給与も固定給。そんな彼女たちの扱いが大きく変わるのは県6、つまり入団6年目からだといいます。県6以降は全員社員からタレント契約に切り替わります。ここで明らかに実力が足りないと判断された団員は契約を結んでもらえないこともあるそうです。劇団と団員が合意の下で契約書を交わせば、県6以降も宝ジェンヌとして活動を続けることができます。しかしこの契約書があまりにもブラックだそうで、少なくとも10年ほど前の契約書には自身が出演する公演のチケットと DVD を一定数以上自腹で購入して直売しますといったノルマが明記されていたというのです。これが団員たちにとって大きな負担になっており、購入したチケットや DVD を売る自信のない団員は契約を交わさず引退するケースも少なくなかったようです。自腹の負担額は具体的にどれほどなのか、トップスターつまり一番人気の団員は一つの上演作品で100万円は優に超え、その負担額はセリフや出番の多い役から順に2番手3番手と低くなっていきます。団員の多くは1年で3作品前後に出演して、その都度負担がのしかかり、どの団員にとっても金銭面の負担は大きいといいます。自腹で購入した大量のチケットや DVD を団員たちはどうやって売りさばくのかというと、とある小売店の社長令嬢が団員として在籍していたそうなのですが、親の会社がチケットをまとめ買いしていたのか、お店のプレゼント企画で頻繁に宝塚のチケットが出されていたそうです。裕福な家庭に生まれた団員は有利に進めていたようです。多くのファンを抱える人気宝ジェンヌであっても自腹購入分をさばくのには苦労していたようで、ノルマをこなすためにファンの心をつなぎ止めなくてはいけませんが、宝塚歌劇団は個人の公式ファンクラブは許さず、専属マネージャーといったスタッフもつかせません。
そのためトップスターであっても有志が運営している施設ファンクラブがノルマを裁く頼みの綱、個人の裁量で行わなくてはいけないので負担が大きいのです。経済的に重すぎる負担ですが、劇団が団員に求めているのは個々の集客力だと言います。団員たちが音楽学校で教わってきた歌や踊りは全て集客力を上げるための手段とみなされます。なので契約書で課せられた以上の枚数のチケットや DVD を売りさばく団員であればより良い役に抜擢されます。一方で集客力がない団員はセリフもない端役ばかりになって、最終的には契約も更新されず卒業扱いとなります。元宝塚関係者によると、年間で40人の団員を辞めさせることが運営側の責務といった悪習が蔓延しているそうです。厳しい年功序列や高額な自腹営業など、団員が自ら辞めざるを得なくなる不条理な仕組みが宝塚には多くあり、厳しい競争を勝ち抜いた逸材だけがトップスターとして利益をもたらすという考え方が宝塚歌劇団なのでしょうが、団員の精神面、金銭面の負担が大きいのも事実。劇団内でのいじめ問題もこのような環境が一端を担っているのかもしれません。元宝塚団員で現在はフリーアナウンサーとして活動する瞳ゆゆさんは、宝塚との契約について、一般的に舞台をされる方は本番の公演日数でしかお金をいただけないのですけれども、歌劇団ではお稽古期間中もお給料をいただけます。入団1から2年目だと舞台に入れない子もいます。お客様の夢を壊さないようにという劇団の哲学があり、生徒はアルバイト禁止です。それでも生活できるだけのお金をいただけるので舞台に集中できます。しかも年2回のボーナスもあるんです。さらに退職金も出ます。阪急電鉄の社員である間に退団する生徒は退団時に支払われます。それ以降も宝塚に在籍する生徒はタレント契約に切り替わる時に支払われます。タカラジェンヌの社会人としての生活が秘密のベールに包まれすぎていて、音楽学校を目指しているお子さんを持つお母様方から将来が不安という相談を受けることが多いんです。どういう生活をしていて、どういう契約になっているのかわからない。劇団に入ってから出費が多くなるのでは、月いくらぐらいかかるんですか、などという具体的なご相談もあります。隠されていて良いところと悪いところはあると思います。これから宝塚を目指すお子さんやご両親が無用な心配しないように、公にしていけるものは明らかにした方が良いのかなと思っています、と契約内容や金銭面について明らかにしていました。闇の部分が公になってきた宝塚、今後の対応に注目が集まります。いかがでしたか。今回は宝塚歌劇団のブラックすぎる契約内容についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。